呢，他们嘴里面呢有那个犬齿啊，我都说过了，像狗的牙齿啊。那他们的食物呢，就是这个鱼啊。这种呢，就是北海道比较多的一种鱼，叫做 hokkien。小海狗呢，每一天呢，现在这个季节大概要吃三个 kilo 啊，一天要吃三个 kilo 的食物。到了冬天呢，吃的比较多一点。アザラシには立派な歯がありますが、お魚を食べるときは噛まずにコップと丸飲みで食べてしまいます。それでは今度はみんなにお腹を見せてもらいます。现在呢，大卫翻转他的肚子给我们看一下啊。みんな寝るよ。キクも花子もヒロも寝る。みんなちゃんと自分のお名前が分かっているので、名前を呼んだらスマップが反応してくれます。他们的名字呢都有好像是听得懂的是。今日トマトたちは体重が80キロから90キロぐらいです。那现在呢，每一次的重量大概是80个 kilo 到90个 kilo 左右啊。その体の大きい子たちはお腹に怪我をしていないか、毎日簡単に確認できるようにサインでお腹を見せてね。那为什么要他们给肚子给他看呢？因为他的肚子很容易受伤啊，他游泳的时候肚子很容易受伤。现在他们就是要看一看，每天检查一下他们肚子有没有受伤啊。一个，我这个内容是内容。他们的よし这句话呢，反应非常快啊。それではご飯の残りも少なくなってきたので、アザラシたちはそろそろプールへ帰ります。Okay.